とりあえず道具もらっていいですか。あ、オッケーオッケー。どれ多分天使か壊す系道具かな。マサカリは俺持ってていい。うん、マサカリは俺の必須道具だからさ。夢は幻って言ったから、このまま夢から覚めちゃったら多分俺ら死ぬっすね。うわぁ、なんかそれ相応の代償だからさ、これなんじゃない、お酒なんじゃない、それ相応の代償っていうか。はい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 、その代償を払えば幻を現実にしたまま夢から覚めれるんじゃないの。よし、どうする。あっちの神社は鍵とかではいけないんだっけ。あ、いけないね。そう、でもあれだよ、倉庫って言ってたよな、なんかあいつの、うん、あいつの倉庫がどこかにあるんじゃない。天守閣チェーンソーはやんないの。あ、そうだ、そうだ、天守閣チェーンソーの樹海があるね。天守閣チェーンソー、竹の間の方、竹の間です、竹の間からです。うわー、マジか、あった、うん、過去席はある。どっちでしたっけ今。こいつは雲だよ、太鼓の雲だよ、雲だよ。俺が持ってる消火器で。いや、先行け、先行け。オッケーオッケー、先開けよう。もう壊しに行こう。俺が止める。くら、オッケーオッケー。お、右。いや、音がちっちゃい。こっち、そっち行かないかも。そっちかも。壊す、気をつけて。ガカヤガポイント、ガカヤ、やっちゃうか。はい、どうしよう、でも退けてからする。みんな固まって俺のとこに来て。来た。ほらよ。どうする、電車がめっちゃこっちから抜けるけど、暗くて分かる、暗すぎて、暗すぎ、オッケー。もう俺握れるやつないよ。うん、俺がある。あ、それでもなんとかなるんですね。消火器あった、そこない、もう使い切った。いや、それ今持ってる。オッケー、それやりましょう。え、来た。ナイスナイス、戻りましょう。オッケー、戻りたいけど青の鍵あるよ。終わった。みんなおいで、こっち倉庫側。あー、もう怖すぎ。その画界のところ、ね、は、もう画界するしかないんじゃない。うわー、やっし、お、まさかりパワー、ナイス。逃げれるか、逃げはしてるけど。パワー、まさかりじゃなかった俺が、一瞬ダメージ与えてたけど。もう瓦解しちゃうよ俺。はい、お願いします。え、効果でまがまがしい壁が壊れた音がする。それと水の下、あの階段下、あ、そこだ、まがまがしい壁。何か、この下、どこ。あー、滝の、うん、なんか開いた。待って、鳥居が見える。あー、何、ペイント生きてたんだ、すごいよ。いや、でももう攻撃してた、もうまさかりで殴りました。あの時のペイントさん強かったよ。はっ、あれ、え、なんかここ誰、何て言った、誰だ、え、誰ですか。すいません、客人か。この場所に来るということはそういうことだろう。誰ですか、はい、久しぶりだな、夢で会った者たちよ。あ、あなた、もしかして、ケンジさん、ケンジさん、なぜまた夢の世界に来た。いや、俺たちも来たくて来たわけじゃないんだよ。俺たち、てか源氏さん生きてたんですね。生きてたんだ。
お前たちには恩がある。だが、俺の予定とは少し狂ったな。どういう状況なんですか？俺たちなんか土雲みたいな、よくわかんない妖怪に追いかけられて。この土雲は、この地に巣くう妖怪だ。妖怪？まあそれを抑えるのも、俺たち源の血を引く時サメ、いや夢見家の使命。そして夢食い様、白日様を守るのも俺たちの使命だ。じゃあ土雲は夢食い様の使者ってわけじゃないんですね。夢食い様に使者はいない。いるとすればあの少女であろう。じゃあもうただの本当妖怪っていうかあやかしなんだ。ただお前たちはなぜこの場所に来た？どうやって来た？どうやってって、もともとなんかあやかしの土雲に襲われた時に僕と死神くんは死んだんですけど、黒縄さんがなんか、そう、俺が確かでっかい門の前に来た時に羅生確か、そしてこの像があったんです。白日様じゃないか。そうか、やっぱ白日様なんだ。あの時の俺と同じか。そういうことか。源氏さんの部屋に白日様あったもんね。源氏さんも白日様掴んで白チームに入ったんだ。はあ、なるほど。俺がこの場所にいるのはそういうことか。あの時夢から出られなかった俺を外に出したのは夢食いの加護を受けたお前たち、そして白日の加護を受けた今回のお前たちを外に出すために俺はこの場所に来たのだろう。おそらくこの世界はすでに夢の中、何かおかしなことも起きているんだろう。よし、では夢食い様に全てを託してみようじゃないか。前に言ったであろう、神は気まぐれなんだ。どうなるかは夢食い様に。あ！バトッと夢の使者どうやら古い連れを連れているのだが、あ、このぞ、だがわしは何もせん。は？え？お前たちを救う道義などはない。義理は果たした。そうだな、ならば試練を与えよう。そこの箱の中に宝物がある。この地の寂れた場所、我が住まいを清めたのなら、お前たちに力を貸す。住まい、過ちの場所、綺麗なわしの家を荒らしたら
諦めるのだな。チャンスは一度きり。はあ、試練か。この地には夢食いを崇める祭壇がある。そのどちらかにその供物を捧げようということだろう。間違えたら今回は無理だろうな。俺にできることは見守るまで。口出しをしたら怒られてしまう。ただ夢食い様の言葉を思い出せ。夢食い様がするのは夢から覚ますまで。白日の力を持つ者はもう一度輪廻を繰り返す。つまり夢はもう一度見る。あの時は俺だったが、今回はお前たち。お前たちが元の世界に戻るか、それとも死ぬかをしなければこの世界は終わらん。そうか、ケンジさんは本当は死んだはずだったけど、白日様の加護を持ってて僕らが夢から覚ましたから生きてたのか。で、今度は俺たちもゲンジさんと同じことか。うんうん。でもこれ間違ったらとんでもねえことになるってことだよね。やべえよ、マジで。もう死ぬってことだよね、だから。ちょ、教えてよ。試練だから。汚れた血だ。汚れた血。汚れた血。神は信仰がなければ力を失う。信仰が強ければ強いほど力を得る。神とはそういうものなんだ。汚れた夢食い様の神棚を清めればいいんですよね、この饅頭で。饅頭で。じゃあ源氏さん、俺たち行ってくるよ。探してみます。ああ。うわ。なんか源氏さん、ま、源氏さんお金持ちになったらしいね。お前たちのおかげでな。ね、なんかね、商売繁盛してるらしいね。マージン。ね、現世であったらまたお礼でもさせてくれ。うおー、行こうぜ行こうぜ。え、もうでも行くってなってもさ、うん、俺たち土雲神社しかなくない？え、祭壇を清めるって使用人の部屋にあったとやつとかじゃないの？え、めっちゃくちゃあるんよ、ここ汚れた祭壇って、ね、あれ汚れてないでしょ。だって今までだって夢見まんじゅう備えてきてるから。ああ、あれは違うのか。てか羅生門ってどうやって行くんですか、あそこ。裏道。裏道。裏道、赤い影がいるんだよ。そう。すいません、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 すいません。また？いやいや、もう別れみたいな感じだったじゃん。ゲンジさん、ちょっとあの赤い影って見かけませんでした？赤い影。ああ、小春殿が持っているあの鍵か。小春さん、神さん。土雲神社を守るのは番頭の仕事。ああ、羅生門を守るのは九条家の役目だ。なるほど。だが、はい、俺が来るのは遅すぎた。土蜘蛛の手によって今小春は、そうですね、囚われている。うん、はい、うん、どうしたら。方法はあるにはある。なんすか、方法って。まだ完全に飲み込まれてないのならば。ええ、でも確かにちょっとなんか女性っぽい雰囲気で喋るよ。
なんかバラバラだったよね。うん。わしはやらないといけないことがある。じゃあ俺たちもちょっと一仕事行ってきますわ。行ってきますわ。ああ、健闘を祈る。また会いましょう。さあ、どうする？さあ、どうする？やりたいことは夢くり様の祭壇を、うん、その耳まんじゅうで、そうっすね、清める。一応なんか使用人の祭壇はさ、ね、心身深い使用人が使ってたんだけど、はい、って言ってましたよね、はい、え、本当にそこ？いや、まあ、ちょっと見に行ってみるけど、あとはなんか、まあでもそれは関係ねえか。なんか魔のものは通れちゃうもんな。じゃあそれはどこも一緒か。でもさ、あそこにもあったよね、神棚。倉庫、天使閣の横の倉庫。うん。心身深い使用人のメモが入ってる。心身深い使用人のメモがあるんだったら、綺麗なはずじゃない？汚れたのを清めろって言ってたっけ。そう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 、心身深い。ちょ、倉庫の方がさ、めっちゃ汚い感じではあったよね。汚かったよね。うん。うわー、でも信仰心で言ったらこっちの方が強いのか。倉庫だよな。どっちを何をするんだったっけ。汚れたその住処、そのか、はい、あのめくい様の場所をきれいにしろっつってる。どちらかを清めろって言い方してたか、やっぱその2つのこと言ってるのかな。確かに。いや、倉庫だと思うな、これ。祭壇はその2つだけだったっけ。いやー、もうそれか死んだ先のところっすね。あー、そっか、あそこもだ。幸福の間ね。でもあれ、幸福の間はでも違うか。幸福の間、赤い鍵必要だもんね。うん、そう、俺たちが死んだ先のあの、おっそ、はあ、汚れてるっていいのかな、これ。邪魔をしないでもらおう。は？は？これここな気がするけどな、汚れてるなら明らかに。なあ、そうか。謎の本ここにあって、うん、心はでも遠ざけることができる。その心身深いものの本、何か書いてある。使用人の本。うん、使用人の本は取ってないな。なんだっけ。え、それ何もないよ。土蜘神社の中にある雲切りっていう刀があるらしいよ。虎蔵が言ってた雲切りって。おお、土蜘神社、やっぱじゃあ行くべきなんだ。え、この12ページの虎蔵の取材記録読んでなくね。いや、読んでないかも。おお、読んでない。今ざっと見たけど全然知らんことばっかり書いてある。あ、ちょ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 、読んでみる。取りに行ってる間読みます。じゃあ、うん、読んでくれ。結構長かったから。じゃあ読みますよ。俺は部屋に戻ったはずなのに、いつの間にかここに来てた。寝ぼけてたせいかもしれない。またあの何かに襲われた。ただそこまで素早くはなかったから、攻撃はたやすく避けれた。一発殴ったけど手応えはなかったし、獣だろうか、いや、やっぱり幻覚なのかもしれない。思えばあれは、いや待てよ、いや、あれの顔は見たことがある、ラウンジで。もしや、いやいや、俺の作る物語じゃあるまいし、そんな非現実的なことがあるだろうか。例えるならば、俺が作った呪い鬼の鬼のようだ。でもそれとは違う。あの話は死んでも問題はない。なぜならこの世ではない場所、ある意味夢のような場所だから。でももし現実の今、あの何かの攻撃を避けられなかったら、俺は確実に死んで蘇ることは普通ない。警戒して朝まで起きておいた方がいいかもしれない。もしかしたら寝ぼけてるだけかもしれない。明日の夜に改めて確かめて、
ヤバそうだったらすぐに警察に連絡しないと。明日はペイントたち来るけど、いや言わない方がいいな。せっかく楽しみにしてるし、俺は訓練してたから。寝落ちでもしない限りやられることはないと思う。あの何かの動きを見てる感じはね、なんか書いてて思うけど、俺は映画の主人公でもない、スーパーマンでもないから、本気で自衛官時代を思い出して、これは戦場だと思って気持ちを保とう。怖いけど、正直死の恐怖ってこんなんなんだって思うけど、探求したい。何か得られるかもっていう作家としての差がなのかな。よしよし、俺ならいける。というかこれで夢だとめっちゃ恥ずかしいな。もしこれが現実なら、重要なのは土蜘神社の中にある雲霧っていう刀だろうな。伝承というのは何か元ネタの事実を神格化したものが多いから、実際効果があったんだと思う。はあ、つまり雲霧っていう刀を見つけろと。いやー、ちょっとその前になんかうちの虎蔵って人なんか調子乗ってるぞマジ、ね、ちょっと待って、めっちゃ字が出てない。その割にはだって雲血雲来た時だって座ったまま殺されてたぞ。座ったままドワーッて。いや多分あれじゃない、避けろって。原稿書くので疲れてたからじゃない。あーちょっと結構殺された。警戒して朝まで起きておいた方がいいかもしれないって。だからこいつめっちゃ起きてたんじゃない？実は。もう無限に起き続けてたってことだ。寝落ちでもしない限り寝てたんじゃない、あいつ。うわー、 もう限界来てたんだ。でも僕らに悟られないようにしてたってこと？あいつ何やってんのマジで。マジで。頼れや。言えよちゃんと。もう春日よ。でも待って、雲霧っていう刀、うん、俺の次の刀ってことか。主人求めてんじゃないその刀。白の鍵だこれ。白の鍵、白の鍵入れる。雲霧です。ペイント、あー雲霧だ。クマさん言ってくださいよ、あんたが始めた物語でよ、俺たちを夢から覚ましてください。